こんにちは、竹島社長です。エルグランドですね、ライダーのですね30周年記念車らしいです。なオーペック30周年記念車かな、はい、らしいですもうちょっとよくわからないんですけどね、ごめんなさい。52のエルグランド、あまり僕も勉強してるわけしてないわけじゃないんですけど、ただね、この買取屋さんなんでね、基本的には、はい、新車売る人じゃないので、まあ言うてもね、新車市場やってるから本当に勉強しなくちゃいけないんですけど、そんなことは、時間はありますね。でもね、ちょっとね、車はね、もうすぐに、オークション会場持ってっちゃいますんで、そんなにあれじゃないんですけどね。じゃあ、すいません、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。まあ、ライダーですね。このライダーかっこいいですね。5人のライダーかっこいいな。僕の乗ってるね、51のライダーあんまりかっこよくないんだよな、正直言って。何なんだろうって感じね。はい、両側オートスライドドアです。後席から前の席をね、見た感じです。よいしょ。で、距離ですね、距離は2万740キロです。はい、それと、ナビゲーションですね、マルチか、それとアラウンドビューモニター、それとごめんなさいね、テレビです、地デジになります、いう感じです。でですね、まあ見た感じで、まあライダーはね、独特の白と黒のね、まあ、レザーシートです。助手席もレザーシートです。後ろの席もレザーシートになりますね。4つともこのオットマン、あ、4つともじゃない、運転席ついてないわ助手席と、セカンドシートね、オットマンついてますお、よいしょ。リアの、3列目のシートですね、なります。7人乗りですかね、こちらの車ね。で、ぐるっと行きまして、こちらですね、ちょっとね、はい、なんだっけ、8パック開けました。でね、リアの後席のね、モニターもついてます。あ、もう紹介するの忘れてやるな。私映っちゃったな、まあいいか。はい、こんな感じでね、アルパインの後席の、モニターついてます。それと、嬉しいのがこれ、パワーバックドアですね。ボタンを押しますと、はい、だから運転席と助手席のね、ドア以外は全てオートになりますんでね。はい、かっちょいいですね。かっちょいいけどな、5人はあまり乗りたくないな、僕ちゃんは、という感じです。ちょっとじゃあね、ルーフ見ていきましょうか。ルーフも別に特に、ね、問題ないし、それとね、うちの近所でね、磨き屋さん、まあ、コーティング屋さんかな、あるんですけど、まあ、そこでね、コーティングの施工してます。初めは5イヤーズコードしてたんですけども、ちょっとね、あまりにも気に食わないということで買いました。もう一回ね、5イヤーズを剥がしてやってるらしいですよ。はい、まあ、本当かどうかはね、僕も知らんけど、でも証明書があったから多分ちゃんとしてると思いますよ。よいしょ。はい、エンジンルームです。綺麗な音ですね。でね、ボンネットとかね、上からね、落とすような感じで落としてくださいね。手でね、こういうところでね、手をね、こうギュッとかやったらね、ここへこんじゃいますからね。はい、たまにね、わけのわかんない視聴者さんがね、なんて雑な扱い方するんですか、で怒ってるんですけどね、いや、お前の方が、お前言ってるあかん、あなたの方が雑なんですよって話になるんですけどね、そういうことです。そしたら、新車市場 JV 明石店でした、竹島社長です。さあ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。失礼いたします。